7月25日に東京有明アリーナで全4団体統一バンタム級王者モンスター井上選手の挑戦を受ける WBC WBO 世界スーパーバンタム級王者のスティーブン・フルトン選手決戦が直近に迫り、世界中で盛り上がりを見せる中、先日フルトン選手は横浜市内で公開練習に臨みました。しかしながらその練習内容に関してあまりにも手の内を隠しすぎだと話題になっているのはご存知でしょうか。今回はそんなフルトン選手の偽装公開練習について迫っていきたいと思います。最後までついてきてくださいね。井上選手の所属する大橋ジムに姿を現したフルトン選手、あまり見せたくない、ナーバスだしなとにやついた表情を見せ、練習を始めたフルトン選手はバンデージも巻かず、グローブもつけずにリングに入ると、右のオーソドックススタイルであるにもかかわらず、終始サウスポーで軽いシャドーボクシングを開始、それもわずか1分弱で切り上げると、リングの横にあったパンチングボールを約30秒間打ち、そして3度バックを軽く3発叩いただけで足早にジムを後にしたのでした。練習時間はたったの2分45秒という短さ。通常は軽めでも数ラウンドはやるものですが、一切の手の内を見せないよう終始したのです。関係者によると別のジムで1時間ほどしっかりと汗を流した後、公開練習が予定されている大橋ジムに移動したといいます。つまり最初からここでしっかりとした練習をするつもりはなかったようです。上半身には体型を隠すようにダボっとした大きめのシャツを着用し、ボクシングのスタイルやパンチ、体型に至るまで徹底して公開することはありませんでした。7月11日に初来日し、横浜市内の高級ホテルに宿泊しているフルトン選手、その日にはフルトン選手を含めて3人のチームで来日しましたが、25日までに続々とチームメンバーが来日し、総勢約30人になるといいます。大橋秀幸会長は大橋ジムで練習できるように調整していたものの、フルトン陣営は大橋ジムではやりたくないと拒否したそうです。本来はオーソドックスのフルトン選手がサウスポースタイルで行ったシャドーボクシングを確認した井上選手の父慎吾トレーナーは、シャドーはあれだけでもしっかりしているのはわかります、正統派ですねと解説。大きめの T シャツを着用しており、現段階の体格は確認できなかったものの、腕は太かった、予想よりも身長が大きかったなと思いますと、フルトン選手のサイズについて再確認できた収穫を口にしました。笑顔も多くリラックスしたフルトン選手の態度にも変な感じは受けなかった、性格の悪い感じでなかったと思うと話しました。ただモンスターの強さを認めるがゆえ、公開練習の時間が極端に短かったことにはがっかりした様子で、流すにしてもここまでとは、こんなに短いとは思わなかった、公開練習でこれじゃええっていう感じ、今の短い練習だと相手の特徴などはわからないと苦笑いするしかなかったようです。さらに流す練習にしてもミット打ちとか少しはやるかなと思っていた、公開練習でこれでは失礼かなと思うと残念なりました。すでにフィジカル面を担当する元世界3階級制覇王者の八重樫明トレーナーと一緒にフルトン選手の試合動画をチェックしており、ある程度の映像があればイメージできる、あとは当日になればそれが全てと強調しました。また慎吾トレーナーは井上選手の仕上がり具合にも言及、仕上がりはいいですよ、毎回いいんですけど今回は波がありませんでした、本人の意識が高くフルトンをイメージしている様子もすごく感じる、今回が一番いいんじゃないですかね、どの試合もいいんですけど回を重ねればより良くなっていくじゃないですか、スーパーバンタム級でいきなり大きい試合、チャレンジャーの気持ちが大きいです、バンタム級との階級差が 1.8 キロあるので減量にゆとりがあり、練習もすごくできる、平均してすごく良かったです、平均して取り澄まされている感じですね。集中力に関しても単なるスパーリングではなく、フルトンをイメージしている、体も動くので練習もスパーも長いラウンドをしたり、あえてメリハリをつけるために短く集中する日もありましたとコメント。通常は試合の告知も兼ねて世界戦へメディア向けにスパーリングを公開しますが、今回は非公開だった井上陣営、ラストスパーリングは13日に大橋ジムで、6月17日にメキシコから招聘したスパーリングパートナーの WBC 世界フェザー級26位ブライアン・アコスタ選手と4ラウンド拳を交えたといいます。慎吾トレーナーは本人の希望もあるし自分も集中させたかった、その思いは同じです、やっぱり周りの目があると意識もしてしまうと説明しました。またフルトン次第で流れや試合内容は変わってくる、フルトンがポイントアウトしてくることも想定しているし、どこかで打ち合わなきゃいけないとなる場合もあると思う、その時の想定もしていると対策は万全だとしました。プレスをかけて中間距離を丁寧にポイント取られないようにやりながら、まずは見切らないといけない、インプットできたらあとは直哉の感覚と判断と作戦の一端を明かしました。今回のテーマを
ポイントを取られない、しっかりとポイントを取るに設定しているという井上陣営。大橋ジムの松本浩二チーフトレーナーがマイラウンドの採点を客観的につけ、ポイントをどっちが取ったかをラウンド間に慎吾トレーナーと井上選手に伝えるという練習も取り入れているそうです。慎吾トレーナーは、直哉がどんどん圧をかけてダメージを与えていってドンと行くのは止められない、ただそこまでは丁寧にポイントを取りながらと青写真を描きます。楽しみにしておいてください、いろいろと考えて作戦を練って当日を迎えるのでと話し、手応えはある、直哉が劣っているところは何もないと思うと自信を示した慎吾トレーナー。フルトンの方がリーチは長いが、直哉は後期とスパーリングをやっても遠い距離からの踏み込みでパンチが届く、ずっと練習してきたことがある、それをやると必ず入れる、これは試合を見てもらえれば分かってもらえると思うと、ある秘策を用意しているとしています。井上選手本人も先日日本メディアのインタビューに応じ、しっかりと勝ち切ると決意を語ったといいます。調整は今のところ順調、延期の理由となった拳も全く問題なく回復している、延期は初めてだったのですごく悩んだ、フルトン陣営が延期を受け入れてくれるのか不安もあった、でも今となっては万全で試合に臨めるので延期してよかった、箇所を変えてパンチを打つことはできたので全く打てないということはなかった、でもその時はストレスを感じた、試合が決まっているのに本格的に打てないという状況だったからと明かしました。井上選手にとってはバンタム級からスーパーバンタム級に上げて初めての試合、それでも調整方法はほとんど変わっていないそうで、変えたことは特にない、1階級上げることで増える 1.8 キロを自分の中でプラスとして調整していけるんじゃないかと思った。バンタム級の時に削ぎ落としていた部分を残したまま最後まで練習をやれるのは大きいとコメントしました。またフルトンについてどう思うかと尋ねられると、戦績以上のものはある、21勝中8 KO だからパワーがないというわけではない、12ラウンドフルに使いながら戦うというスタイルだと思う、現状では多分キャリア最大の敵になってくるスーパーバンタム級の初戦でチャンピオンと戦うわけだから、ただ結果的にそうではないよというところを証明したいと思うも、これまでと同様パワーが通用するかどうかに対しても不安はないようで、スーパーバンタム級でも当てれば倒せる自信はある、このぐらいのところまではいけると思う、逆にこれからこの階級が本当の適正階級になっていくんじゃないかと感じていると話しました。フルトン戦ではどんな試合を見せたいかと意気込みを問われると、勝つ姿を見せたい、今回の試合に関してはどんな KO をするとかそういうことではなく、しっかりと勝ち切る、どんな試合内容になっても勝ち切る、そこに尽きると思うと返答しました。紹介した公開練習の前に行われたフルトン選手の会見では笑顔が目立っていたといいます。現在4戦連続で判定勝ちするなど高い技術力を誇るクールボーイステフ、今回も井上選手から距離を取りポイントを奪っていくスタイルで臨む可能性が高いと見られている中、試合展開についてボクシングは頭を使って賢く戦わないといけない、途中でポイントアウトすることもあると思うと明かしました。また井上戦の実現は階級を上げた時から意識していたというフルトン選手、井上選手に対して素晴らしい選手だ、パンチのタイミングがいいと長所を挙げます。井上選手はスピード、テクニックなど全てを兼ね備えていますが、中でも脚光を浴びるのは KO を量産する軽量級離れのパワー。しかしフルトン選手はパワーもあるけど、それは一つの武器、それ以上にそれをどう使うか、そのタイミングがいいと持論を展開。井上選手自身も過去にダウンを奪う秘訣としてパンチを当てるタイミングを上げたことも、いわゆる当て感、フルトン選手も警戒しているようです。それでも時間をかけてしっかりと準備してきた、自信がなければ日本までやってこないと冷静に話し、敵地での試合はプロでは初めてということにも、アマチュアの時には国内でも戦っている、どうということはない、問いに返さない様子です。当初、5月7日の予定だったこの試合、井上選手が拳を痛めて延期されたものの、そのことにもフルトン選手はあまり気になっていないようで、最初は怪我と聞いて、試合が中止になると思った。フェザー級に階級を上げる方向で考えていたけど、井上陣営からちょっと待ってほしいと、それでこの試合になった。怪我だと聞いて、2週間オフを取った。他の試合を見に行ったりして、また準備をしてきた。とコメント。イスラム教徒のフルトン選手にとっては、ラマダンの影響を受けなくなったという利点もありました。フィジカルさにも焦点が当たる今回のビッグマッチですが、ウェイトというより試合での戦い、その時に良かった方が勝つ、自分の体調は問題ないのでそこには何も感じない、冷静な姿勢を見せました。リミットまでの残りの体重を聞かれると笑いながら口元に指を立てるシークレットポーズで煙に巻くフルトン選手、日本での調整についてもコンディションは最高、暑い中で練習するのが好きなので日本の暑さは問題ない、練習して食べて休んでまた練習して、食べ物はサラダを中心にチキン、
フルーツなどを食べていると具体的なことは口にせず、井上対策についても特別なことはしていないよ、時間をかけてしっかり準備することはやってきたと多くを語りませんでした。またフルトン選手は13日にツイッターを更新、俺たちは歴史を作ると綴ると、この戦いを勝ち取るんだ、チャンピオンを信じている、井上にボクシングのレッスンをしてあげるんだ、見るのが楽しみだ、日本にはあなたを応援してくれるアメリカのボクシングファンがたくさんいるぞ、そうだイケチャンピオンといった激励の声も寄せられています。日本で世界戦に臨む海外選手は試合1週間から10日ほど前に来日することが多い中、フルトン選手は2週間前とやや早めでした。現に井上選手の直近の試合、2022年12月13日に行った WBO 世界バンタム級王者のポール・バトラー選手は試合1週間前の12月6日に来日しています。練習拠点であり彼の故郷でもあるフィラデルフィアをはじめロサンゼルスなどでも実戦練習を中心にトレーニングを積んできた無敗の統一王者は、到着したばかりだがワクワクしている、日本のライフスタイルも経験できたらと思うと、長旅の疲れを感じさせないリラックスした表情を見せました。日本のファンからサイン攻めに遭い、多くの人に囲まれる中、一つ一つ丁寧にペンを走らせ、ファンサービスにも笑顔で応対していたそうです。これに対しイギリスのラジオ局トークスポーツのマイケル・ベンソン記者は、7月25日の名古屋井上との戦いに先立って日本に到着したスティーブン・フルトンがファンや地元メディアにもみくちゃにされると記して注目、海外ファンからは日本のファンベースは格闘技アスリートに高い敬意を示している、とてもふさわしい歓迎だ、日本に大いなるリスペクト、これはクールだなどと驚きの声が集まっていました。今回は陣営3人で来日したフルトン選手、彼は今は本当にバッグをホテルに置いたら練習に行きたい気持ちだ、日々自分の体調様子を見ながらやっていきたいと充実の笑み、モンスターを倒す自信もパーセントで問われると、いつでも自信のレベルは高い、どんな問題に直面してもどれだけリラックスして気楽に捉えることができるかを常に考えている、日寄ることもないし不安に飲み込まれることもない、自分はやるべきことをやるだけだなと思っている、と冷静な態度で応じました。フルトン選手は、自分の仕事を遂行するために来た、それは勝つこと、ただ日本にエンジョイに来たわけではなく、しっかり仕事をして帰りたい、と自信の笑みを浮かべていました。数々の世界戦をプロモートしてきた TMK ジムの金平慶一郎会長は、このフルトン選手の早期来日に関して早いと感じたそう。金平会長によると、滞在期間に関しては事前にプロモーター同士の話し合いによって決められ、今回はフルトン陣営の要望が通ったと見られています。なぜ通常よりも早い2週間前に来日したのでしょうか。金平会長は考えられる2つの要因を挙げました。1つ目は時差や気候への適応、そして2つ目に減量を指摘。金平会長は、フルトンはフェザー級に上げると言っていた選手ですから、骨格も大きい、程度はわからないが減量が苦しいのは確かでしょう、あと一絞りのための助走つけるための2週間のはず、最後の数日のことを考えて早めに入ってきたのでしょう、それだけフルトン自身がシビアに勝ちに来ているということの表れだと思います、との見解を示しました。過去に選手を率いて海外での世界戦を経験している金平会長は、減量が楽な選手ほど早めに現地入りすることを拒む傾向にあったといいます。また日本国内の世界戦をプロモートした際、減量が厳しい選手の陣営から通常よりも早く来日を要望するケースもあったそう。金平会長は、フルトン選手の場合、プロで初めての海外での試合ですから、環境に慣れるために本人の希望があったと思いますとし、世界的に注目されている試合なので周到な準備をしたいと思うのは当然のことです。ここで負ければ自分が積み重ねてきたキャリアが台無しになってしまう、早めに来日したことに気合と意気込みを感じます、と語りました。またフルトン選手をアマチュア時代から知っているという元世界ヘビー級王者のキム・ウィザスプーン氏は、日本の夏って暑いのか、そういう気候に慣れているかどうかが運命を決めるかもな、と気候がフルトン選手の勝敗を分けると予想。さらに技術とメンタルが勝敗を分ける、井上は左右どのパンチでも倒せる、24戦全勝でそのうちの19戦が世界タイトルマッチか、3名を除いて全員ノックアウトしているんだよな、つまり KO の仕方を熟知してるってことさ。井上にしてみればフルトンはこれまでの相手より大きいだろう、でもステップの速さで対応するんじゃないか、とにかく彼は止まらない、リングの中ではもちろんボクサー人生においてもだ、そこが大きな魅力だな。カウンターもうまいし、フルトンの右に合わせて左ボディなんかを狙いそうだ、気が強くてアグレッシブだから、どこで自身の力を爆発させるか非常に楽しみだよ。プラス今回は母国の大声援を味方にする、自国での試合って計り知れないアドバンテージを持つんだ、と分析。一方同郷の後輩である
フルトン選手についてはこう話しています。フルトンも21戦全勝 8KO でも主要団体の世界タイトルマッチが3試合マイナータイトルを含めた世界戦は5度、その全てが判定ということは KO が少ないような12ラウンドの長丁場には井上よりも慣れているのかもしれないなね。フルトンは井上のような派手さはないが、不器用ながらコツコツと自分のペースに引きずり込んでいくタイプ。正直な話、フィリーから生まれたこれまでの世界チャンピオンと比べてもそれほどの注目は集めちゃいない。攻撃にもディフェンスにも課題がある。ボクシング IQ やクオリティは井上が上だろう。フルトン選手本人はあらゆるメディアにて、俺はスマートなんだ、何も恐れることはない、俺の最大の長所は頭、ここで彼を倒すんだ、戦略もメンタリティも全てここにある、それをどうやって身につけたかはわからない、テンプの才かな、それが強みの一つ、俺は考える人、いろいろ考える、俺は作戦を立てるのがうまい、すごく戦略的にやるんだと自らの賢さをアピールポイントとしていますが、ウィザスプーン氏はそこもモンスターの方が格上と見ているようです。しかし彼は続けて、ただ今回敵地に乗り込んでいく、フルトンには相当の覚悟があるはずだ。俺のベストバウトは1986年7月19日にロンドンで戦ったフランク・ブルーノとのファイトだ。 WBA タイトルを取って初防衛戦だった。ブルーノは祖国イングランドの人気選手だったので、ウェンブレスタディアムはフルハウスで何本ものユニオンジャックが揺れていた。周囲が全て敵である条件を飲んで向かっていくには決意が必要だった。だからフルトンにもそれがあるってことさ。これまでにないコンディションに仕上げて井上と向かい合うだろう。あいつが勝つとしたらメンタルが大きく左右するな。ボクシング界は狭いからな。フルトンはおとなしくて真面目な男だよ。今じゃ2つのベルトを巻いて一丁前にヒゲなんか生やすようになったけれど、昔から黙々とジムで練習してさっと去っていくようなタイプだ。フィリーは昔からいい選手が出るからそんなに目立った存在でもなかった。まあ楽しみに見るよ。フルトンと井上戦の5日後には4団体統一ウェルター級タイトルマッチがある。今全米中の関心はウェルター級の4冠戦だ。それを超えるくらいの熱戦を期待したいねと話しています。いかがだったでしょうか。今回は井上戦を直前に控えるフルトン選手が行った肩すかしの公開練習を中心にお送りしてきました。落ち着いた口調で心境を明かしたものの、わずか2分半で練習を終える超異例の対応だった。現2団体王者パウンド4パウンド常連となったモンスターとの決戦が近づいているのですから、このようになってしまうのも無理はないと言えるでしょう。皆さんはどのように感じましたでしょうか。ぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう1本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。